とりあえずね、やることなくグダグダしてたね。まさかの、ニーナがね、まあ、関東圏走ったってことで話題になってたんですけど、今気づいたんですよね。ってわけで、時刻がね、10時20分頃ですかね。まあ、どうやっていきたいと思います。まあ、一応ね、多いければ明日から連続5日間ですね。まあ、これって南間だね。いつも連続5日間なんですけど。そうですね。まあ、多いとね、船星がやっぱりリレー回線するのはね、史上初めてなのかなと思うんですよね。やっぱりリレーって言ったらね、まあ、この夏場、7月、8月、9月にかけて、まあ、大体浦和から多いっていうのはね、通例なんですけど、まあ、夜間のね、一応船星これ夜間になるの？あ、一応夜間同士になるんですね。まあ、騎手の総取りが好きなのでね、まあ、でも、どうですかね、客数的にはまあ、多いの方が、まあまあ、駅地下物件っていうのがあって入りやすいと思うんですけど、まあでも、どっちに入れないと思うんですけどね。また、そんなことでね、追いけば重賞で取っていきたいと思います。改正の3日目ですね、重賞入っております。追いけば改正の3日目、第11競争、重賞東京スポーツ杯第29回マイルグランプリ競争 S2、距離 1600m、12頭か、まあまあ、まあまあですね。1番タイムフライヤー、ゴミタイト57、2番リコーシーウルフ、バタジョージ55、3番アベンティスト、元足コッタ57、4番小銭コース、代打一石春58、5番コパンジャッキー、今野大57、6番ハンディエロ、藤田亮57、7番クロスケ、まあ立ち寄りか、57と、8番人造ジャイル、バカガトワサ57、9番サマイルイ、ハリトアキラ58、10番アゼラト、マシマダイスケ57、11番ダイダ、グレンゼットダイダ、ホンダマサシケ57と、最後12番がゴールドホイヤー、山崎誠二57と。そうですね、1、4、5、6。いや、6わかんねえな。1、4、5、7、8、11、12。まあ、半分のね、7とは 100% の重賞勝ち馬なんで。面白いですね。じゃあまず1番、まあ、タイムフライかと。まあ、タイムフライヤーもね、まあ、JR 時代に重賞。そうですね、勝ってますかね。まあ、悪くはないですけど、ちょっと南関東来てからね、まあ、でかいレースばっかなんで、まあ、ちょっとね、凡走すぎたんですけど、一応、柏木ですね、JR から関地から、まあ、5秒9と。で、全然追いけね、まあ、4着しかね、まあ、3番線圏内、まあ、中段から、まあ、伸びてって感じの、まあまあ、いい競馬と。まあ、一応、そうですね、こいつ自身、やっぱり勝ってるレースがね、ちょっと小さいんですよね。一応、エルムセクスを、まあ、デルマタブレットと。でかいレース勝ってるのはね、ホープルセクスの、まあ、2歳のギレなんで、まあ、早熟なのかなって気がする、まあ、タイムフライですけど、一応、今回ね、距離が1600円短縮ということで、まあ、初くらい3区、どこまでいけるか、かなと思いますね。まあ、確かに、でも、久々のね、普通でランク下がって、まあ、58キロか。まあ、ちょっとそこはね、重いかなとも思うんですけど。ちょっと、これね、下にデータ出ちゃう。ちょっと、こっち出るかな。ちょっと、見にくかったね、申し訳ないですけど。うつ今ね、ちょっとね、代打のスマホで撮影してるんで、ちょっと面白いですね。まあまあ、ちょっと、57キロか、まあ、どこまでいけるか、ちょっとね、不安感としては残るんで、まあ、正直なんだろう、まあ、前走の、ね、競馬っぷりは悪くないんで、まあ、あとはコーナー適正なんですかね。まあ、そこに期待かなと、一応、フェブラリーセックスもね、今年5着なんでね、まあ、正直は現在、まあ、そうね、センサシにおいて、まあまあ、本当に2、3着できたいんですけど、まあ、ゴミデートなんでね、まあ、念のため本命にもしますけどって感じの、評価にはなるかなと思います。そして、2番が、リコーシウルフと。スモートファルコさんが違うシェイドロバリーの、A2 クラスか。前走、このトライアルの2着馬と。で、その A2 ビーチ、シナクラス相手に、まあ、きっちり勝ちと。あとはそうですね、サンタネトルフィーか。トライアル勝ったものの、まあ、本ちゃんが5神圏内7着と。あとはそうですね、東京記念トライアル7着。まあ、距離、まあそうですね、2400。まあ、長かったのかなと。まあ、マイル戦線でいくとね、まあ、この1600に、1800ルースでいくと、まあまあいいんですよね。一応トータルで見ると、1600、まあ4000、ごめんなさい、17戦して、4勝2着6回3着2つと。まあ、はっきり言うとね、半分は半分で連帯しますんで、まあまあ全然いいのかなと。そうですね。まあまあ、しかも前走はね、まあちょっと5馬身違えるとか、誰勝ったトライアルか。あー、グレンテンとか。じゃあしょうがないっすね。そうですね。まあでもグレンテントから5馬身圏だったらまあまあ負けてるですかね。まあどこまで今回いけるか。まあ一応、そこですね、2ゲーマになるんでね、まあ天候が晴れてますけど、正直ガスケツ候補って感じなんで2、3着かなと思いますね。そして3番が、アベンティスト。これ知らないんだよな。大豆田さんか判違うゴーメスリンかな。金山ホールディングスか、JRA から転入。下初戦か。一応前走、5月か。まあケヤキステークスかな。多分そうです、ケヤキステークスね。まあ、1400m 戦を使って5馬身圏内6着と。あと、重賞だけで見ると、プロキャンセックス G3 5着、それぐらいですかね。そうですね。あとは、まあ、オープン戦、3歳の時のオープン戦で、まあ、単語ステークスが、まあ、3馬身圏内。あとは、そうですね。まあ、新馬買って、500万買って、1000万買って、まあ、準オープンか。1600円買って、ちょっと時間がありましたけど、まあ、スバルステークス、ヤマトステークス、メイティサイア、ハルテクステークスと。まあ、重賞の、まあ、マイル中、短距離のオープン戦で、まあ、ポコポコと。そうですね。だから、この辺でね、そんなに着差がひどくないんで、まあ、全然悪くないんですよね。アソステークスで、まあ、5馬身圏内の軸。まあまあ、そうですね。スバルステークス、まあ、接戦、オータムリーフ、3馬身圏内、2馬身、3馬身圏内。そうですね。悪くはないですね。一応、こうなってきてもね、阪神、で右回りになりますんで、まあ、右左ともにって感じなんで。まあ、これから先、面白い大豆メジャーさんかなと。
そうですね。まあ、サンデー系で 1番、3番ってちょっとね、そうですね、面白いとか頼みましたんで、まあ、悪くはないかなと。まあ、強いて言えば、そうですね、先行するのか指すのか、ちょっとその辺がね、未開かなというところですかね。元橋腕いいんでね、ちょっとそうです、今回は、まあ、白羽ですね。で、4番が小銭構想。まあ、船橋をね、また裏切ってから、もっか連敗中と。そうですね、一応、なぜか失敗して、前走、川崎マイルズも失敗しますんで、もう小銭構想終わったもんなんですかね、腐ってもダービー3着は。だからダービー3着でね、重賞勝ってなかったんで、多分、勝ち目かな、重賞勝ってほしいって言ったらちょうど勝って、この時も3着馬からだっけ。そうですね、アングレフェですね。なぜか松崎は変えたけど、マシマは変えなかったっていう、なぜかいわくつきのレースですけど。悪くはないんですよね。まあ、一応今回ね、右回りの舞台に戻ってきてって感じになりますんで、まあ、その辺は問題ないのかなと。まあ、距離もね、直線長い1600の、1800の、まあ、外回りから、まあ、短縮の1600の内回りになるんで、まあ、先行多分そこまでひどいガス欠はないと思うんですよね。これでガス欠したら本当に競争部終わりですからねって感じですかね。で、5番がコパナジャッキーと。ゴールドレール、ティンバーカントリーなんで、多分あれですかね、コパナリッキーの前決ですかね。前走、ジュライシオープン戦3着、トライアル3着、大一年失敗、住田オープン勝ちと。あ、そうですね、まあ、準重賞、重賞、オープン戦では勝てますけど、ちょっと重賞だったら、ね、一歩きついのかなと。一応去年、サンタネトロフィー、8着。スパゲンスマーカップ7着、マイルグランプリ、スパゲンのことしてか。で、マイルグランプリちょっと、ちょっとね、重賞ではここ一歩って感じで100%届いてませんので、そうですね、ゴールドカップ5着、まあ、トライアルズ、トロフィー3着と。そうですね、正直なんだろう、まあ、オープン戦でやっぱりね、3馬身、6馬身ちぎられてますんで、まあ、正直除外っすかね、来たらごめんなさいと。そして6番がハルディネロ。そうですね、ハルディネロもね、ここちょっとね、最近はちょっと物足りないレースがついてますけど、そうですね、一応、武蔵野オープン2着、サントミー3着、まあ、オープン戦勝ったものの藤浪ビキニ7着と。そうですね、やっぱり重賞戦線だと厳しいんですかね。失礼に言いますけど。まあ一応、そうですね、まあハンデ戦で、まあ下のクラス相手に2着で、まあ3着、2着は取ってるんで悪くないですけど、そうですね、なんか物足りない気がするんですよね。一応前走休み明けって考えてみてもね。一応このマシン、そうですね、まあ休み明け、たたき初戦が、まあまあいい感じなので、まあそこがどうなるか感はありますけど。そうですね。まあ一応、休み初戦でね、きっちり掲示板入ってこれるっていうのは、ね、やっぱりいい馬だったね。まあちょっとやっぱりそれが、まあ、ハルディの年についてちょっときつかったんですかね。一応、現在6歳は。そうですね。まあ、安城藤田流って考えてみても、まあちょっと今回除外候補ですかね。そして7番、クロスケ。まあ、いつの間にかね、戸塚記念かなんか勝ってから、南関東、JRA 行ってから、まあ、ボコスコ負けてますけど。黒勝敗か。黒勝敗勝って戸塚記念から、まあ、JRA 行って、まあ、木っ端みじんに負けて、まあ、もう一回木っ端みじんに負け中と、除外しましょうか。まあ、代打で立ち代龍二ってことはね、完全に騎手の手配できなかっただけですかね。で、8番が臨場ジャイルと。まあ、そうですね、臨場ジャイルも元々矢野厩舎だっけ？そうですね、矢野厩舎にいて、道営戻って、まあ、一応南関東天守的には荒山厩舎と。そうですね、まあ、道営三冠馬ではありますけど。まあ、道営三冠馬ですね、ちょっと南関東ね、不甲斐ない競馬してたんで、まあ、やっぱり道営三冠ってクソなのかなと思ってましたけど、まあ、それでもきっちり、まあ、でかいレースはね、ちょこちょこと来るんで、まあ、面白い馬ではありますけどね。一応、東京記念3着、まあ、オープン戦構想しつつ、まあ、そうですね、ダイオライ的に腐っても5着。で、あとはまあ、ちょいちょいという感じなんでね。まあ、そうですね、一応、金牌はね、やっぱり距離2600厳しいと思いますけど、まあ、藤浪的に4着。まあ、それは悪くないから、全然オープン戦3着と。そうですね、一応、その後57キロから今回ね、一応57キロ、まあ、そのままになってますんで、まあ、重賞勝ってないんでね。まあ、その辺はちょっとでかいのかなと。一応、去年、ホーチグランプリ、船橋の先発2着入ってますし、まあ、ブリアンドカップ、まあ、3着入ってますし、まあ、それが今回、距離2600に短縮って見てみても、まあ、ちょっと未開の地のね、可能性はありますけど、まあ、中距離馬だったんで、こいつ自身は。まあ、でも先行馬なんでね、まあ、一応、馬鹿が乗るって考えてみても、陣営は多分ここガチで来てますんで。そうですね。やっぱり、マシマが、ね、別の馬乗ってるんで、まあ、しょうがないと思いますけど、まあ、でも、悪くはないかなと。一応、で、マシマ嫌いなんでね、いや、ごめんなさい、馬鹿嫌いなんで褒めしたいと思います。で、9番、スマイルビー。こちらは、スパルチナの父が、コマンズか。現在、H クラスと。もう一個上がりますね。ほう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 。デビュー戦は除外したものの、その後、まあ、モンベスか。で、まあ、移籍してきて、まあ、きっちりと。で、クラウンカップ失敗したものの、まあ、オープン戦できつつ、まあ、ちょっと上のクラスか。で、相手ちょっとし、まあ、守備したものの、まあ、きっちりチェック取ってからも、まあ、ぽいぽいと。そうですね、悪くはないですね。一時、準優勝も勝ってますし、まあ、下クラス相手にきっちり勝ってますし、しかも前走、京成杯グランドワイルド使ってんだ。あれ、京成杯って俺今年勝ってる気がするんだけど、勝たなかったっけ？ちょっともしかしたら。京成杯はね、俺今年勝ってる気がするんだよ。そう、電鉄競争ってね、年間、南関東で2、3本しかないんですよ。京成杯と、京浜杯と、モノレール賞。確か2、3本しかない中で、俺多分今年勝ってるはずなんだよな、京成杯。あれ、勝たなかったっけ？確か京成杯か京浜杯勝ってるんですよ、今年時期的に。今年勝ったのは？
あ、景品がですね、京成杯負けてるわ。まあ、一応、スマイルビ、上がり馬で、まあ、4番人気で、カジノ本店ギガキングと、まあ、重賞勝ち馬一括と。そうですね、悪くはないんですよね。まあ、一応、コーナー適性がね、ちょっとファン感の頃かなって感じですね。一応、多いはね、マイルドのドライブ1本しか使ってない中で、まあ、門別もね、取り消しちゃってる中で、まあ、ちょっとそこのね、今里っていう適正範囲、まあ、どうなるか、ちょっと不安感はね、残りますけど。うん、まあ、でも、マイル戦線で見るとね、スパルツなんか悪くないんですよね。まあ、ただ今回ね、矢野の代打で、まあ、自給者になりますんで、まあ、その辺に矢野もやっぱりね、携帯持ち込み、まあ、痛いことしたなと。まあ、多分密告だと思いますけどね。そして10番がアディラート。ルーラシップさん勝ちがマンハッタンカフェと。JR から前走か、転入初戦。トライアルで、まあまあ、7馬身圏内5着と。まあ、JR 時代、そうですね、名鉄杯が1秒2、まあ、6馬身7馬身圏内。オータムリーフステークス5馬身圏内。アソステークス8馬身圏内。ジュライステークス5馬身圏内。テンポザステークス2馬身圏内と。そうですね、やっぱりここ一歩というところでね、まあ、ちょっとそこが柿椿ね、7着と。まあそうですね、重賞は勝ってないと。そうですね、ただ海外のゴドルフィンマイル3着って考えていても、まあ多分 G2 だと思うんですけど、悪くはないんですよね、一応 UA ダービーは飛んでますけど。まあ早熟だったのかなって気もするような感じもしないような発災馬と。正直なんだろうね、除外っすかね。俺は無理だな。まあ強いて3着固定がね、今回メンツすごいんでね、無理でしょ。そして11番がグレンゼントと。まあ、ネオニブさんが8キングアウト。まあ、そうです。グレンテンとかね、まあ、重賞結構勝ってたんですけど、まあ、やっぱり年取ってきたのがね、ちょこちょこと、そうですね、重賞で、まあ、勝てなくなってきてますけど、一応、そうですね、まあまあ、移籍初戦から見てくださいね。まあ、川崎マリアズ勝って、京成杯3着、マリガム1着と。で、その後、ファンキンさんパパね、コロナの影響で、まあ、順延して、まあ、大体でキッチン方も、サンタム2着、ゴールドカップ2着、ホジグランプリですね、3着、フジロケン3着、京成グランプリで3、4着、オープン戦勝って、マイルグランプリス2着、スパンキンマカップ3着と。まあ、そう本当に重賞はね、こいつ自身すごかったんですけど、まあ、ちょっとそれ以降ですかね、去年の秋頃か、まあ、サンタントロフィー5着、ゴールドカップ、S1 か4着、で、オープン戦に勝ったものの、形勢杯6着と、で、川崎マルト3着と、ね、まあ、ちょっとやっぱりね、重賞戦線厳しくなってきますんで、まあ、一応でも、こいつ自身はね、来年の2月いっぱいまでね、まあ、1年間、9歳の S1 ルールってことで、まあ、走れますんで、ごめんなさい、6月までか、走れますんで、まあ、悪くはないと思うんですけどね、ただまあ、なんかそこまでして走るんだったらって感じもするんですよね。なんかまあ、ここまでのね、重賞勝ち馬がオープン戦でね、長生きするの、まあ、はっきり言っちゃうとみっともない気もね、しなくもないんで、まあ、そこはどうなるかなと思うんですけど、まあ、一応、戦差しで打ってみて、まあそうそう、ホンダは別に嫌いじゃないんで飛ばさないかなと思いますね。そして12番がゴールドホイヤーと。そしてゴールドホイヤー、そうですね、ちょうどこの舞台が去年ぶち抜いたの。あ、違うわ。あ、この舞台に近いのか。一応距離的性はここですね。一応、そうですね、去年の3ターンの日、まあ不良馬場で最後直位置でどっからかわかんないけど、なんか大外ぶんまして、そうそう、本当あれ、3、4コーナーが、まあ4コーナーから後ろにかけて完全に結論にいたんですけど、なぜか直線向いたら、いいところにいましたからね、ゴールドホイヤー。まあ、その結果ね、直線伸びたら、ガス欠して、勝つ馬が失敗したんですけどね。まあ、伸び切れずで。まあ、ゴールドホイヤー。一応前走ね、準優勝。まあ、船橋3着、川崎マルト2着と。で、経済グランド前だと、まあ、4馬身圏7着、ブレンドカップ3馬身圏5着と。そんなに負けてもいますけどね、まあ、着差的には問題なしかなと。まあ、法治グランプリから3着、そして、まあ、去年3頭より2着と。そうですね。まあ、悪くはないと思うんですよね。ゴールドホイヤー自身もね、もう6歳になりますけど、5歳か。失礼しました。5歳になりますけど、まあ、一応そうですね、ダービーはね、まあ、2年連続、まあ、陣営の2年連続全部パンになっちゃいましたけど、それでも、なんだかんだちょこちょことね、構想してますからね、まあ悪くはないかなと。負けたレースにしても、そうですね、ホーチョルスカップ、まあ距離2107かったのか、やっぱり。勝ち馬も、そうですね、まあ6馬身圏だったね、まあまあ負けてないと、まあそうですね、そんなに悪くはないと思いますんでね。まあ一応今回、ゴールドホイヤー自身がね、57キロってなりますんで、まあ重賞やっぱり1年間勝ってませんので、負担重量的にもね、軽くなったのかなと思います。一応、センサー調べてみて、まあどうなるかかなって感じですかね。一応、カルババだと、まあそうですね、現状晴れて、雨降ってませんので、まあカルババになったら、そうですね、不良ババであそこまで5番抜きできるんだったら、そうですね、ちょっと同じ舞台、そしてまあ負担重量はね、1キロ軽くなってますんで、まあちょっと期待かなと思います。以上、12頭ですかね。ではじゃあ、推奨は、絞り込みましょうか。じゃあまず、絞り込みとますね。まあタイムフライヤー。そうですね、メンツ的には2、3着でいいかなと思うんですよね。てか、むしろグレンチェンと降りたって考えていても、そうですね、やっぱりサンデーレーシング欲しいんですかね。いや、俺だったらシルク乗るけどな。まあ、いや、失礼けどもしれませんけど。一応本命にして、2番のリコーシーフルフ逃げで、2、3着。3番先差し、4番先行。てか、そうね、三河本降りたんだ。てか、降ろされたぞ、ね。で、8番先行本命。9番先行、11番先差し、最後12番が先差しと。で一応8頭ですね。まあ、一応1頭が2、3着って考えてみると、まあそうねって感じですかね。じゃあ行きましょうか。推奨馬ですね。まず第一本命。そうですね、ここはじゃあ打倒逃げが8番ですかね。臨場チャンネル。まあ、ちょっとね、飛ばしたいかなと思います。そして第二本命ですね。1番の折り。こちらもね、順当に飛ばしたいかなと。で今回、和田城いないんだよな。いついたら飛ばしたのに。あ、いたわ。じゃあいや、ついでにリコシールも潰しましょうか。和田城いるじゃん。みっけ、飛ばしと。いや、そうですね。一応、8番、1番、2番。こいつら3頭潰しで、2番手ですね。ここ悩むんですよね。順当に行くか、隙を選ぶか。
まあ、順当に言っても、そうですね、グレンゼンリンぐらいやったら、じゃあ順当じゃなく遊びに行きましょうか。12番ゴールドホイヤー、3番手11番グレンゼンと、4番手、そうですね、4番手が悩むんですよね。まあ面白みに行くと、まあ、3番の、まあ、アベンティスとか、そうですね、10番アディラとか、ちょっとこの辺がね、悩むところなんですけど、まあ、10番アディラとやるんだったら、そうですね、まあ、注意ぐらいの趣旨ですけど、まあ、スマイルにもね、前走形成杯、まあ、電鉄橋使ってるんで面白いんで、まあ、行くんだったらそうですね、船橋の、まあ、この 2名かなと。ただ、まあ、今回そう考えると、ね、藤田照之の方が異例の3頭出しなんですよね。まあ、荒山厩舎もね、3頭出してますけど。そうですね、一応藤田照之が、4番、3番4番か。3番の金山、4番のサンデーレーシング、11番の、まあ、シルクレーシングと。で、荒山が、2番のウルフか。あれ、これどっちだ？多分、理工がカモリ名か。2番の理工と、5番のコパの、そして、あ、どこだっけ？あ、そうですね、8番の、まあ、同衛さんかもと。3頭出しなんで、まあ、その辺の金山にちょこちょこと出てくると思うんですけど、そうですね。だとしたら、じゃあ俺は、ハリタで勝負しましょうか。まあ、本当はね、ハリタあんまり好きではないんですけど、まあ、ハリタ自身にね、恨みはないので。ハリタが乗ってるハリタにちょっといらせてくれるんで。まあ、そうですね、問題はないんで、そんな感じかなと思います。では、3連単いきましょうか。そうですね、1番、2番。で、今回ね、印打たなかったのが、まあ、3番、そうですね、1番、2番、8番、9番、11番、12番と。残った3番、4番なんですけど、まあ、ちょっとね、今回の面積に、まあ、2、3着、特に小銭コースなんかね、頭ではもう、正直言って厳しいんですけど、まあ、石崎俊、どうなるかなって感じなんですよね。そうね。まあ、一応、右回りがね、得意だろうと思って一応入れますけどって感じですかね。では、3連単いきましょうか。1、2、4、8、9、10、11ですね。7頭頭で、3着に3番入れて、2着3着ですね。2着3着に3番入れて、1、2、3、4、8、9、11、12の、7点、8点、8点ですね。まあ、買い目的にはちょっと多くなっちゃうんですけども、35点かける8点、まあ280点か。ちょっと280点はね、厳しいと思うんですけど、まあ、そうですね、面次第、まあ、展開次第では一発逆転あるのかなというところですかね。一応こんな感じでございます。一応、選手はね、こちらの6頭潰し、3頭潰しからの、2頭、3頭と、一応ね、3連単、こんな感じの、フォーメーションになっております。そしたら、そうですね。じゃあ、まあ、あくまでも推奨予想もいきましょうか。今回12頭なんで、まあまあ、そうね、楽そうっちゃ楽そうですね。じゃあ、まず1番人気ですね。ここ悩むんですよね、1番人気どれか。まあ、タイムフライヤーもね、そこまで頭背負えるまではないので、ちょっとメンツ的なって感じしますけど。まあ、そうですね、1番人気、じゃあ、俺は正直、まあ、スマイルビーかな。まあちょっと今回ね、本当は単勝は何倍ぐらいっていうのを入れたいんですけど、今回結構ね、メンツがごちゃっとしてるんで、それでいっちゃうとちょっとめんどくさいんで、ね、まあ、一応何番人気ぐらいって感じで入れましょうか。一応1番人気、9番ですね。で、2番人気、まあ一応妥当に11番グレンゼンと。3番人気、正直悩むんですよね、ここ1点が。そうですね、この辺がね、結構ね、なんつうの、団子状態に近いんですよ、リコーシール含め。そうですね。じゃあ一応、まあ、そうですね。一応2番は、フルに入れてますんで、一応じゃあ2番、リコシェルスですね、3番人気にして。で、4番人気に、正直ね、ゴールドホイヤーね、もうちょっと人気ない方が美味しいんで、失礼に言いますけど。じゃあ4番人気の8番にしましょうか、リンゾーチャンネル。で、5番人気にゴミ、6番人気に山崎、7番人気に、そうね、一応ケツは簡単なんですよ。多分ドベ人気は7番じゃん。ドベ人気7番と、その1個目がハルニーですよ。だから多分このね、ドベケツには、多分6、7って確定なんですよ。そうなってくると、まあ、あと、そうですね、面白みがない。てか、俺が今回除外したのが、そうですね、除外したのが番号的には5、6、7、10番ですかね。1、2、3、そうですね、5、6、7、10、4となんですけど、まあ、そうなってくるとね、10番でなと、まあ、9番、まあ、9番人気かなと。で、10番人気に5番かなと。って感じで、この方が3番、4番という感じなんですけど、そうなると、じゃあ、コズミコースと、まあ、アベンティストだったら、まあ、正直、コズミコース7番人気、アベンティスト8番人気ぐらいの、まあ、これぐらいの多分単勝率になりますんで、まあ、ちょっとね、もっか、そうですね、まあ、左回りのレースありますけど、まあ、コズミコースが連敗しますんで、まあ、その点で、ちょっとコズミコース、まあ、一応、オズ的なね、現状7番人気にしますけど、まあ、もしかしたら、ね、まあ、ゴールドホイヤーよりは人気になるかもしれませんで、まあ、順当にいけば、そうですね、まあ、グレンゼントがあとどこまでの人気になるか、だから要注意はここですね、グレンゼントと、ゴールドホイヤーとコズニックコース。この3頭のね、オッズ的によっては、まあ、配当がね、ググッと違ってきますんで、そうですね、ちょっとやっぱりね、混戦模様って感じなんですね。船橋のね、火曜日の重賞はね、結構本当、有利株がポンポンって揃ってたんで、頭は固く、紐緩くしたんですけど、まあ、今回はね、結構その頭もね、難解になりそうかなっていう気がしますんで、まあ、ちょっと投資的には多くなりましたっていう展開ですかね。はい、そんなところでございますと。そうですね、競馬動画1日2本、久々だな。でも、この後ね、南関東ね、2週間ぐらい重賞なくなっちゃうんでね、まあちょうどいいタイミングではありますけどっていう感じですかね。では一応ね、最終的にお、
おさらいだけいきましょうかね。一応本命バスね、一応は、バカが、そして森、和田城、潰しの、2番手山崎、3番手グレンツェンと、4番手、ハリタスかね。で、3レターンが流しと。一応今言ってね、本命バプラス、4番ですね。4番の個人競争一応入れて、3着、2、3着に、3番の、アベンティスね、元橋入れてみてって感じの、フォーメーション280点にしております。ある程度ね、単勝打つ、まあ単勝打つかね、推奨打つこれぐらいかなという感じの、14と、12とか。12とだよな。そうですね、12とですね。結構なんかね、あの、4-4-4でいけたんで、まあ楽だったんですかね。っていう感じの以上の展開かなと思います。それはまあちょうど2本なんでね、スイッチの充電も止まりましたんで、まあちょっとね、スイッチの警部動画の方も何本か撮って、今日の数はちょっと終わりにしようかなと思います。一応アップロード作業だけね、しちゃいてますんで、終わりにしようかね。ではまた次回の動画でご視聴ありがとうございました。